はい、どうも藤子です。今日もトレイザールネサンスやっていきたいと思います。さて、フィルモア編もね、もう終盤なんですが、ちょっとしたね、クエストを進めて、なんか船が出港するようになって、今沖を巡ってるんですが、なんか捧げ物をね、取ってくれることもあるらしいんですが、一向に出てこない、出てくる気配がないので、もう先さっさと先に進みたいと思います。それでは今ね、叶えなきゃいけないクエストがこれですね。ミノタウロスを討伐する。まあ、これをやりに行きましょう。ということで、一回、ワールドマップに戻って、はい、ワールドマップに戻ってきましたね。はい、ここから、これですね。アクト2に挑戦していくということで、やっていきたいと思います。さあ、どうですかね。難しいんじゃないかと思うんですが。さあ、やってきました。久しぶりのアクションパートですね。はい、大事なことをお伝えに参りました。何でしょうか。人間たちの信仰心が固まったことで新たな能力が解放されたようです。それは魔力結晶による力の解放。この能力によりフジッコ様はより強大な力を手にすることができるでしょう。はい。ちょっとチュートください。どういうことですか。敵を倒した時にパワーアップの源である魔力結晶がドロップするようになりました。魔力結晶を獲得すると左上の魔力結晶ゲージが増加します。魔力結晶数を一定数集めることで能力が5段階パワーアップします。はい。パワーアップ効果。はい。攻撃力20%、魔法攻撃力20%、で、攻撃力50%、魔法攻撃力50%、で、最後が、両方とも100%、死亡時2回だけ復活。素晴らしいですね。じゃあ、敵倒していた方がいいってことね、なるべく。あ、倒せなかった。今、なんか拾った？あ、これですね。これを集めていくと、パワーアップするよーっていうことですかな。あ、また中とか。三角ボタンで魔法発動。長押しで魔法選択。まあ、1個しか持ってないですけどね、まだ。魔法は MP ゲージを消費します。はい、スクロール獲得でどうか。OK。あ、間違えた。撃っちゃった。あ、まっすぐ飛んでくね。まあ、いいや。回復するんでしょ、どっかで。まあ、とりあえず進んでいきましょう。待って、危ない。あ、危ないんじゃない？危ない。お、攻撃力プラス20%。あ、これ、この芋虫ね、嫌い。あ、おっと、そうそう。足場にいるとすごいね、めんどくさい。うわー、お前もいたな、こんなのやつ。あ、でもリーチが長いから届く。とりあえず上かな。これ上攻撃やるなら楽で便利。お、まあ、2段階目アップしましたね。魔法使うんだけど、下は、まあいいか、何もないでしょう。あ、でも、この中に、あ、でも、戻れるの？あ、戻れない。いや、なんか取り忘れてる気がするな。スクロールを取り忘れてる気がする。なんか多分、道中にあるみたいな感じだったので、ちょっとしっかりと集めていきたいところだけど、さあ、スクロールは一体どこに。ああ、うわ、すげえ穴。よし、 MP20。 スクロール出てこないな。
あ、これ下から来るやつか、本当は。あ、ありそう。ない。これじゃない。これで、あ、やべえ、もう HP 意外とやばい。しっかり避けていかないと、って言ってるそばから当たるし。あれ？あれ？思ったよりスクロールが手に入っていない。大丈夫かな、見逃してないかな。うわ、何か、なんだお前、魔法、あ、は、よくれた。ヘタヘタチヘタチ、危ない危ない。もう HP1 ですよこれ。死ぬな。あ、でもなんか中ボスっぽいの倒したから回復地点があると信じてよかった。あったー。でも100しか回復してない。回避が意外と難しいのですぐ当たっちゃうな。いやーな。うん、両方でアイテム取ってて、よし。ああ、ちょっとね、危ない、お、危ない危ない。ちょっと下のあれも気になるな。ちゃんと取ってから行きたいな。こっちは、あ、やべやべ、届いてない。あれ、届いてない、届いてるのかな。いけた、いけた。あ、やべ、やられた。あ、よかった、死んでも継続。よかった、死んでも継続するみたいですね、これ。貯めた分は継続。よしよし。お、金の像、これはスクロールかな。1個発見、ま、よしよし、マックスムービーアップ、これで。とはいえ1個しか取ってないな。くらい、よしよしよし。ちょっと MP よりもね、 HP をちょっと気にしながら使っていこう。あ、やべ、危ない。そこ転がんでな、足じゃね。倒せねえ。じゃあもう上がってるし。あ、2個目、これも、あれ、リンゴだった。スクロールじゃなかった。やっぱスクロールは、いや、これ無理やん。魔法当てるの、あ、え、魔法当てづらくね、これ。あ、届いた、あ、届いたじゃん。いらなかった、魔法打たなくてよかった。あ、やべやべ、タイミング悪かった。なんか来てるよ。これは MP かな。あ、 MP だ。あ、乗れるこいつこれ落ちたらダメだよね。で、うん、回復。あ、でも回復は意外といっぱい配置してくれてるから。あ、当たっちゃった。長いな。あ、回復きた。チェックポイントよかった。お、新規解放、トロフィーゲットしちゃってました。あ、ボスです。でかい。
泳げた泳げた。魔戦の銃をミノタウロス、かっこいい。どういう攻撃する、かわして、あこれもか、あ2回かわさなきゃいけない。とりあえず魔法打って、あ一瞬ジャンプしてた。これ2回あるからで、これを振り下ろしてくるから、あバック取りたいな。倒れた。あーちょっと、よしよし、あもう打って終わらしちゃおう。ラスト魔法、あ魔法いいな、魔法楽だな、ありがてえ魔法。てて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 ん、はい、石化しましたね。あこれ石化したってことはまだ死んでないんじゃないのか、どうなんだ。おミノタウロスの呪いは書き消えた。神の勝利を称えましょう。やってくれたな神様。俺の生きたあの時から随分と時が流れてしまったが、やっとこの地に平和が訪れたのだ。俺はこの地にとどまり、フィルモアの民と共に尊い人の営みを守り抜こう。だが同時に俺は神を助すべき英雄なのだろう。その通りです。神がお前を必要とするときは必ず来る。お前の持つ英雄の証、王の宝玉を捧げなさい。その輝きがお前と神と結ぶでしょう。ああ分かった、もちろんだと思う。王を従えし神フジッコ俺の持つ宝玉を捧げよう。聖玉の英雄フィロトスの部はいつでも神と共にある。いやー近いクリア。これが後々何かになるのかな、何かこう重要なアイテムとして出てくるのかな。レベルが上がりました。お神よ、フィルモアの地を脅かす脅威は消え去りました。どうか他の地にもフィルモアのような安らぎをお与えください。ここの人間たちにはもう神の手助けは必要ないみたいですね。さあ藤子様、新たな場所へ向かいましょう。なるほど、これでフィルモアが終了と。うん、神殿の周りを皆さんぐるぐる回って踊ってますね。ここはもうこれ以上発展しないのかな。まだ発展する余地が残ってるし、土地はあるんだけど、なんか一向にその時落ち切っても発展してくれる様子がないんだけどな。ほら何これ、また焼き打ちしなきゃいけない。焼き打ちしたら少しはあれですかね、良くなるんですかね。あとこの船なんかやる必要あるのかな。ちょっとトップでも吹かす、トップ吹かしたらなんかなんのかな、やってみるか。よし、危なーい。はい、特にん、おフィルモの人間たちは何かしたいことがあるようです。お今のなんかなんか違った、思ったのと違ったけど、資材マンドラゴラを倒す、資材500、方位を示すコンパスか。まあこれでこれはまあまあどっかで裏でやっていきましょうか。あでもとりあえず資材だけならすぐにいけるかな。とりあえず資材を与えてしまいましょう。風変わりの望みを訴えております。何でもその変わり者は他の住民とは違う個性的な家で暮らしたい。我々は日々の暮らしに必要な資材を生み出すのに精一杯です。そのものの望みを実現するにはとても資材が足りません。なぜあの変わり者はこれまで通りの暮らしに満足できないのでしょうか。私には理解できません。そんな贅沢を言うやつのことなんか放っておけばいいんですよ。
でもちょっとだけ気になりますよね。そいつが一体どんな家を建てようとしているのか。もしも気が向いたら資材をそいつに用立ててあげるといいかもしれませんね。はい、じゃあ用立てましょう。これですね、資材。500も使うんだ。神よ、九段の変わり者は望んだ資材を得てとても喜んでおります。あの者の建てた家は今まで見たこともない作りをしており、民は目を見張っているところです。それからあの者が感謝を込めた捧げ物を送りたいと、どうか受け取ってくださいませ。本当に資材を与えてやったんですね。全く自己様は人間に甘いんだから。それにしてもあの建物を見ましたか。人間ってのは余裕ができると面白いことを追いつくものなんですね。こういう楽しみがあるなら人間を甘やかすのも悪くないですね。何がもらえるんだ。ログハウス建てたの。ああまあ、はい、経験の人ですね。あ、進行度も上がる。でどこに建てたの。あ、これか。あ、なんかこうやって、これ多分普段住民が建てないとこだろうな。あ、こういうのが出てくると。で船にさっきの竜巻は関係なし。さあ、あれからちょっとしたね、あのサブクエとかもやって、あとそうですね、あのこう各アクト1アクト2に隠されてたスクロールっていうのも全部あの発見してきて、あの両方取ったことによって MP、 最大 MP がね上がった状態になりました。さあ、とりあえずこれでね一旦フィルモアは終わりにして、次はこちらですね、ブラッドプール、赤い湖ですね。次はこの地をね、この町を作っていきたいと思います。では今日はこの辺で終わりにしましょう。ありがとうございました。